今日はね5月6日、月曜日の競りです、市場はカレンダー通りで祝日も関係なく、やってます。それで今日買ってきたこれは、ハートカズラ、こういうのね、あのね、なかなかこう出てこないんです。レアでね、レアっていうか流通量が少ないのか、専門的なところでしかやってないのかで、あんまり手に入りやすいものではない。それなので今日はね、1ケースずつ2個競りにかかってて、でこれ15入り、セロペギアウッディっていうんですね、ハートカズラ。これ面白い、東京都ウ16063っていう人が作ってる、出してる、なんだろうね、ウ16063、これが450円希望小売価格でも、なんかいくらで買ったか覚えてないけど、もうちょっと安く買ってきました。競りなので上がったり下がったりっていうか、まあ下がっていく競りなんですけども、ちょっと競り下がったところを買ってきました。置く場所がないっていうぐらい買ってきた。そうでもないで、母の日前なのでカーネーション買いました。どうしようかなと思ったけど、これは千葉の加藤加瀬さんっていうところが作ってるカーネーション、混合です。5号鉢だけど、なんか結構しっかりしてる、ラベルも入ってる。品種名じゃないね、カーネーションを長く楽しんでいくために、このピンクとサーモンで、これネット販売しますけども、私ラッピングしないで売ります。でなんでラッピングしないかっていうと、一刻も早く外に出してあげてもらいたいから。ラッピングしてあるとちょっと可愛いから、お家の中置いとこうかなっていう気持ちになるんですね。でそれはあんまり良くないからラッピングしないで売ります。結構安いです、600円ぐらい。うち昔花屋でストア登録、ヤフオクでストア登録してたんだけど、なんかストア登録なんてね、なんか客がやって一理なしっていうか、消費税もついちゃうしね。プロランド、プロランタンっていう品種じゃない、ここにほら、これスマホでかざして、なんかなんだろうね、詳しいお手入れ、詳しいお手入れ方法だって。これ必ずやってください。もう一個カーネーション、グランルージュ、これ去年も買いました、群馬県の並木園芸の、綺麗に作った赤いカーネーション、グランルージュ。今年のカーネーションは鉢植えは6個、これが母の日までに売れるかどうか、600円です。でこれがアジサイです、なんかついてるよ、スプラッシュ。ほらこれも大英花園っていうのね、大英花園。これはね、やってみたら、インスタかな、インスタかなんかにつながりました。でこれスプラッシュ、全部がそうなのかわかんないけど、この花びらに筋がね、かわいいでしょ。こういうなんかもう手まり咲きみたいなのがかわいいかなと思って、これも新しい品種みたいですね。
持病登録申請中です。スプラッシュで、これが サフィニアアート、これは桃色ハート、これが小豆フラッペ、これがトラ猫コウメちゃんで、このコウメちゃんだけが今まで扱ったことない品種です。で、見てこんなね、こんななんですよ。これ開けてみるとどうなるかっていうと、ね、こうやってボロボロなんですよ。で、伸びちゃってる。これはだからね、安いので、私はあえて買ってきたんだけど、切ろうと思って。もうね、とりあえずバサバサ切る。とりあえずバサバサ切ってから、ヤマトが集荷に来た。どうも、ヤマトが、ね、集荷に来てみた。このぐらいに切ります。ひどいありさまだけど、これで枯れっぱなを取って、茶色い葉っぱも取って、で少しもうちょっと今、ね、他のもやるからこのまんまですけど、全部をこのぐらいに切り戻します。でつぼみは全部取っちゃう。つぼみにエネルギー今使わないでね、株を育てる。私がこの伸びたサフィニアを買って、で隣のおじさんにね、これ 切って売るんだよって言ったら、バカだな、そんなことはするもんじゃないっていうか、花屋の仕事じゃないとか言ってたけど、まあ普通の花屋さんはあんまりそういうこと、こういうことしないですね。買った時からいいやつでもね、これ切り戻すとね、ものすごく良くなるんですよ。さっきの開けた状態のフラフラでね、安く買った時からなんか安売り品みたいな感じにね、おまけみたいな感じで売るより、ちゃんとこうやって一回切り戻してあげると、ものすごくいい株になる。信じてもらいたい。ものすごくいい株になった時、また動画に出しますから。ね、この高さ的にはわかるかな。半分以上切り戻してます。で、これが同じパターンのレモンスライス。これね、 PW のレモンスライス、スーパーベル、すごいいいお花なんですよ。株いっぱいに咲きます。暑や寒さ、暑さや雨、病気に強く、一株で株幅約60センチに育ちますっていうのに、これ見てくださいよ、なんか株いっぱいに咲きますっていうね、そんな感じじゃないじゃないですか。これお花自体はね、こういうお花でね、すごく可愛いの。これが全部に密集して咲いたらさぞかし綺麗だから、これも切り戻します。切り戻してね、大きくですね、素敵にしてから売るのって言ったら、バカだな、どんだけ暇なんだみたいな。
でも切り花屋さんの花屋さんと違って私は園芸屋さんだから。このぐらいまで切る。これは下っ端も黄色くなってないし、すごくいい株。ただ切り戻しがしてなかっただけ。本当は切り戻しして、でこう1本切ったところから少なくとも2目、こっからも1、2、3、こっからも1、2、ね、あの2目以上出てきますから、まあ、少なくともこんな咲き方ではなくなる。これ切り戻してあんのかな、1回ぐらい。うん、でも切ってますね。ここで切ってる、ここで切ってる。うん、ここで切ってる。切り戻しはしてあるけど、切り戻しが甘い。だからこのレモンスライスもあのすぐには売れない。それでね、これが観葉植物アソートで買ってきました。これがね、サンスベリア、パキラ、これがアグラオネマ、赤いアグラオネマ、これがカラテアかな、カラテア、こっちが普通のアグラオネマ。ガジュマル、ほら、こんなガジュマル、かわいい。で、これがシダね。シダは枯れちゃうんだよね、水に。あ、でもこれはちょっと強そう。アスプレニウムパーバディ、パーバティ、シダですね。で、これがなんだろう、フテナンテゴールデンモザイク、フテナンテだって聞いたことない。かわいいね、寛容。この観葉が1500円から下げなかった、今まで。ところが今日はね、下げました。半額ぐらいで買ってきた。もうね、あんまりこう単価が高いと、一つのもの買ってもう、なんだろう、5000円とか6000円、このケースで5000円とかになっちゃうと、もう他のものが買えないから。だからね、アジサイとかも買うと高くなっちゃう、仕入れが。だからいつも私安くなってたから買ってきましたって言うんですけど、これがね、タイムって書いてあるけど、タイムばっかりじゃない、カラーリーフって言って売ればいいのにね。これが前回ね、相対品で値段下げずに残したやつだから、ちょっとあの3日ぐらい経っちゃってるのかもしれないけど、今回はもう売り切っちゃうって言って下げたんで買ってきました。で、ワイヤープランツ、リシマキア、これいいよね。これがフォックスリーフタイム、シルバーリーフ、ホワイトソルトブッシュ、なんだろうこれ、
ちょっと調べてみないとか。爽やかハーブクリーピングタイプ 2.5 寸です。まあリーフも可愛いですよね。そして可愛いでしょう、カリブラコアのカリー。もうカリブラはね、こんもり花がついてるのが一番いいかなと思って、もう一重でお顔が可愛いのがいいやと思って、もあんまりこう悩まずに買ってしまいました。全部可愛い、まあ、こういうオレンジとか白とかがちょっと私は好きかな。こういうブルーとかね、ストロベリースパーク、これもちょっとお掃除してあげて、もう暑いからねすぐ苗が悪くなっちゃうんだけど、無駄にしないようにね、一生懸命働きましょうって気になりますね。さてこれから今日はあの買ってきたものをどんどんネットに出すので、これから一つ一つ写真撮って、それでうち入って画像処理して、まあトリミングですけど、トリミングしてヤフオクに出します。安いですから期待してください。これゼニゴケが生えてる、ゼニゴケは私あんまり好きじゃない、まあ、しっかりここで育ってたんだなっていう感じ。かわいいね。以上が今日の仕入れです。